はい、それでは、探す課の続きやっていきたいと思います。ちょっとね、こいつらほっとくと、この村が襲われちゃうんだけど、まあ、村襲われてても、襲ってる奴を倒せば解放はされるんで、ちょっと今回はね、他のことがやりたい。まず、そう、北東海岸にも行っちゃおうと思ってんですよね。で、その途中で、優秀な仲間を勧誘します。こっから、サンドリア州に行って、で、テルミナ州で、一人、あ、これ拾っとくか。サンドリアホタル。うん。で、テルミナ州で、唯一仲間になってない主人公キャラのタリアさんを仲間にしたいと思います。ちょっと勘違いしたんですけど、タリアさんもウルティナと同じタイミングだと思ってたんですけど、どうも、タリアさんに関しては、北東海外に行くまでだったら、いつでもっていうかまあ、仲間にするタイミングはいくらでもあったみたいですね。とりあえずなので、まずタリアさんに会いに行きましょう。うん。いや、まあ、毎度おなじみですけどね、このやりとりは。おばさんっていうほど年はいってないんじゃないのかな。まあ、リサに比べたらおばさんか。うん。ちょっと今までの、おとぎ話とは若干経路が違うかな？ちょっともう、馬鹿にされすぎて、どんな話をされたか覚えてないんだけど、こんな話は、なかったんじゃないかな？うん。はい。まあ、とはいえ、なんとなくですけど、うん、そうだよね。タリアさんなんか知ってそうでしたよね。まあ、タリアさんを主人公にして遊べば、まあ、わかるんですけど、この人は単なる陶芸家ではないです。はい。で、まあ、こんな感じで、タリアさんに話を聞いた後、こう、いろんなところを回って、このアイハネムの情報を集めるんですよ。で、それでもう一回タリアさんのところに行きます。うん。まあ、のんきって言われるけどね、レオナルドからしたら大事だからね。アイハネム探しは。だから顔がちょっとバカにしてんだよね、リサって。うん。いや、あるんだよ。いや、本当にあるんですよ。ネタバレでも何でもなく、本当にあるからね。あ、不死鳥が来ちゃったか。不死鳥は多分、あー、なるほど。呪いに返境しちゃうな。そこに止まって、どっかに行くんだな。あー、まあ、不死鳥の野焼きのイベントはおようやるか。はい。まあ、あの野焼きはおいおいやることして、とりあえず今はアイハネムの情報を集めましょう。うん。まあ、みんなそうだよね。失礼な。うん。ちょっとなんか、全問答みたいですね。信じてるわけじゃないけど、アイハネムは見つけ出すっていう。そうね。はい。これはほっといていいんだよな。うん。で、見落としがちなのがここね。まあ、きっとバカにするんだろうな。まあ、そうだろうけど。
そうですよね。今の言葉から考えるとそうなりますよね。まあそうね。知らないなら知らないって言ってくれた方がいいんですけどね。うん。意外性。もう難しいな。なかなか難しいこと言うね。ここは？ここは関係ないんだな。じゃあ、ここか。これは女子ですね。若干目が見えてんだ。お？ほんとか？こういうやつ一番嫌い。そうなるでしょ、そりゃ。今までだってバカにされ続けてきたんだからさ、言ったことあるわよって来たらさ、そうなるんだ。そうなるのが普通だよ。で、ここもいずれ行くけど、ここもかな？あ、ここは関係ないか。じゃあ、多分、これで回り切ったかな？回り切っていれば、こうやってタリアさんの工房にもう一回行けるようになります。うん。まあ、リサはね、自分以外の女子のとこには行きたくないよね。うん。うん。本当のアイハヌムっていうのはちょっと気になりますね。うん。はい。というわけで、これでタリアさんが仲間になります。はい。ただの陶芸家よ。で、とりあえずこのレゴナルド編の間にタリアさんに土の術でスリープっていうね、全体を眠らせる術があるんだけど、そこまでは覚えさせたい。うん、鈍いですね。じゃあこの足で北東まで行っちゃうか。行きましょう。おお、びっくりした。固まったかと思った。焦った。ふう、はい、多分もうエルワカには入れるね。うん、よいしょ。ここの通りにくいのよ、ここ。あ、そういえばこれか、湖の怪物もやっててあげるべきかな、後で。あ、そっか、LP 回復させなかったな。温泉入っ、ここ温泉は、あ、ここの温泉は違うな。ここの温泉は違うわ。あ、まあ、いっか。行くか。ここね、2連戦なんですよ。はい。はい。なんだけど。はい。なんか、ゴロつきのような奴らが来ましたね。海峡警備隊って言ってますけど、まあ、ゴロつきですよ、こいつらは。はい。要は、金を出せと。で、他の主人公だったら、金を渡すっていう選択肢があるんですけど、レオナルドの場合、なぜかね、どっち選んでも戦闘なんですよね。なので、どう頑張ったって戦いになります。じゃあやっちゃいますか。はい、殴り倒す。ノーマルか。バルタンじゃなくて、ヘイゲル使ってみようかな。人間系なんで、眠りは効きやすいはずだから、エリザベーター残すか。
って考えると、これでいいかな。ガブリエル早くブロック覚えてほしいんだよな。まあいいや、これでいきましょう。あ、素早い、素早いな。あ、毒橋なんかちょっとダメよそんなの。しょうがないな。挑発はあんまり刺したくないけど、まあプロテクト役として運用するんだったらそれもありか。大木弾いくか。痛い。あー、効かないか。あ、レオナルドに。ひどい、ひどいことするじゃないか。おっと、多分ね、アクセルスナイパーだから、トツインタラプトかな。トツインタラプトだとすると、あ、これ術師チャンスだったんだな。まあいいや、眠らせらんないかな。どっちかっていうとこっちか、こっち眠らせるか。であれば、もしかしたらマタドール使ってきたかもしれないんで、残攻撃できます。カウンターではないはずなんだよ、証券だからね。違ったと思う、マタドールじゃなかったとは思うんだけどな、多分違ったと思うんだけどな。賭けですね。寝ないか。痛いな。あー、これもしかしたらライトニングピアスかな。あ、違う、毒鉢か。スマッシュ、スマッシュだったら、いや、ほぼ最後尾だから意味がないんだよな、マタドール。やっぱ寝かすか、頑張って。スイングダウン、こいつ狙うか。で、ちょっとね、毒鉢が厄介だな。またネオラウドかい。クソ。まずいね。そうなるよね。なら、よし、反撃よ、反撃。そっちか。まあいいけど。ライトニングピアス。来たね、ライトニングピアスが。誰が狙われる？調子に乗るぞ。こいつ狙うか。これで行こう。ターンか。痛えな。やってみる。やったの。よし、これでラストかな。もう少しやりたかったな。やっぱカーン強いな。何が変わったかわかる？わかんない。そんなこと言ってる場合じゃないから。はい、でもう一戦あるんですよ、この後に。はい、また新手のゴロつきが来ましたね。で、結局まあ、どっちを選んでもバトルなんで、今回はじゃあ踏み倒すでいきましょうかね。はい、まあいいや、レオナルドは LP が豊富だからね。
っぱあんまりまだ証券のレベルが低いからマインドスティアの成功率が高くないんだよな。であれば、いや、ここはどうすっかな。ヘイゲルで行くか。行くか、このまま。行きましょう。早いな。早いな。早いけど、マッタードールもったいねえかな。もったいない気がすんな。ただ空気投げだからね、スタンがちょっと厄介だな。いや、こっちかな。とりあえずこれでいくか。あー、カーンか。よし、スタンしなかった。これはでかいでしょ。よし、ナイス。あの女の方は脆いな、結構。稲妻キックだと？これはね、こうだな。ちょっと、バンプとか鬱陶しいんで、倒しきれないとは思うんだよな、多分。多分ね。なので、バンプされるのが鬱陶しいから、お前は後ろに行け。レオナルドか。いや、痛いな。体術なんで、あれはカウンターですね。だからこれはチャンスだぞ。これはこいつをひたすら狙おう。ついでにちょっと寝かせられるんだったら寝かしとくか。こいつをやっちゃおう。もうやれるんだったら。お、聞いた。ナイス。よし。あれは稲妻キックか。また稲妻キックか。やるか。これもしかしたら倒せんじゃないかな。無理かな。私が先でしょ。とりあえずこれで最後尾にやって、さよなら。うん、あ、いいね。一戦目よりもだいぶいい感じですね。カウンターか。しょうがないな。じゃあこれでやるか。多分地走りで死ぬんじゃねえかな。最後だ。はい、とりあえずこれで、北東海外に着きますね。調子いいな。しっかり食べないとな。うん、少し自由になれたかな。結構上がったけど、そうなんだよな、ね、ちょっと体力下がってるからね、 HP の上がりが悪いんだよな、ヘイゲル。ていうか術師も鍛えなきゃいけないんだけどね、それがなかなか。はい、これで北東海外に着きましたと。はい、これは薄着のリサはきついだろうね。寒いからね。うん、なんか切ろうよ。はい、湖に行く前にちょっとね、仲間を勧誘します。こっち、あと多分ここあれかな、産業開発始まっちゃうかな。うん、あー、これはもういいんですよ。うん、あー、これは鉱山開発の話だな。うん、はい、一旦これ出てもう一回入り直します。そうすると来たかな。来たね。
はい、良い子の味方、チシサク先生です。この人強いんですよ。はい。まあ、何やらしてもそこそこいけるんだけど、多分ね、チシサク先生はね、プロテクト役としてかなり優秀ですね。うん。槍でカバーリング使わせてもいいんだけど、まあ、私はいつもコンボさしてんな。うん。じゃあ、来てくれよ。はい。狩りなら任せておけ。そう、強いんだよ、この人。まあ、技術力が低いんで、ステータス低下とかね、あんまり期待できないんだけど。はい、じゃあ、湖とかも行っとくか、一応。こっちですね。ここに、精霊の湖っていうのがあります。はい。ここに行きますと。ここよ、この湖よ。特別な場所だって、私にもわかるわ。そうだな。はい、というわけで、ここで火のかけらを沈めてみましょう。どの火のかけらにするべきか。これはもうね、何でもいいです。面倒だ。一気にやっちまおう。はい。何も起きないわね。うん、そりゃそうですよ。こんなもんだろう。わざわざこんなところまで来させておいて、これで終わり？何を期待してたんだよ、リサは。待てよ。うん、そこはやっぱね、蝶をつけてほしいですね。火のかけらを沈めたのはお前だな。うん、どう見てもレオナルドですけどね。なんだお前は。いやいや、違う、自分でしょ、どう見ても。ここはアイハヌムじゃねえ。火のかけらは持って帰れ。ほれ。はい、というわけで、ここはアイハヌムではなかったということで、帝国図書館の人に騙されたみたいですね。アイハヌムは帝国にはなく、暗く寒い場所だと聞いた。ここじゃなきゃどこだ。アイハヌムは世界の中心だった。だから今でも中心にある。中心にだ。はい、世界の中心といえばどこですかってなると、そうですね、前回だっけ、前回言ったテイとアスワカンですね。世界の中心にはアスワカンがある。帝国の中心だ。俺にだってわかる。帝国は世界の表面を薄く覆っているだけだ。世界ってのはこう、もっと深みのあるもんだ。はい、すなわちアスワカンの下にアイハヌムがあるっていうのか。というわけですよ。ここまでの旅無駄じゃねえ。火のかけらを手に入れた。半端はよくねえ。やれるだけやれよ。ところでお前は誰なんだ。いやいや、どう見てもさ、俺はお前だよ。そうでしょう。それじゃな。では大丈夫、しっかり。大丈夫だ。ふざけた野郎と話して疲れただけだ。アスワカンがアイハヌム、なんか出来すぎな感じがするけど。あいつが嘘をつく理由もない。ここを出てアスワカンへ向かおう。ここにも火のかけらがあるかもよ。一応調べてみないと。はい。で、今から衝撃の発表しますが、レオナルド編でやることはアスワカンの図書館に行くことと、この精霊の湖に行くこと、この2つだけです。これをやりきった瞬間、ラスボスに挑めるようになります。